嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。都市伝説のカフェ、都市伝説、いやいやいや、オーストラリアで史上最悪のサイコパスと言われている名前が、はい、キャサリン・ナイト。その人がどんだけサイコパスなのかっていうのを喋っていく。おまずね、親がバーバラっていう女の人だったんだけど、バーバラ、この人が結構ヤバかったのよ。親がヤバいんだ。親がヤバかった。大抵親ヤバいよ、うん、5人子供がいて、不倫相手と3人子供作っちゃって、合計8人ですよ。やーばい。 DV とかもすごかったらしいです。そういう環境で育ったから、もうこういうサイコパスになってしまったんじゃないかと言われているわけです。16歳になって、家畜みたいなところで食用の肉に切り分けるみたいな仕事をしてたんだけど、普通の人って最初とか結構ためらっちゃうんだけど、キャサリンって何のためらいもなく、もうバッサ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 こう切っていって、この時から結構あれみたいな、キャサリンちょっとおかしいなみたいな、周りからね。キャサリンがね、まあその結婚するようになりまして、その結婚相手がまあデビットって言うんだけど、DV がすごかったんです、結婚してから。デビットだけにね。やめろお前。すぐ切れやすかったので、あと頭蓋骨にひびが入ってたりとか、デビットまだ殴られて、ガラスとかでバーンとか殴られて、うわ、いっすか、わかるわかる、よくあるもん。まあわかる、うん。あとなんかハサミで刺されたりとか、マジやめてくんねー。全然普通じゃねえから今喋ってる。俺ちゃんと聞いてるじゃん。やばいでしょ、どう考えても。切れただけでハサミで刺すんだぞ。その気持ちわかるわ。お、大人な対応やめて。一番やばかったエピソードは、子供がいたんだけど全然帰ってこないと、はい、デビットが仕事から、あまりにも帰ってこないから、子供をバギーそれに乗せて線路の上に置いたって、それを写真で送って、早く帰ってこないとお前の子供ないんですね。いや、やばすぎだろっていう。犯罪や。このことからもう結構精神病院に入院するようになって、あまりにもヤバすぎるから、で、それでまあ離婚したんだよ。12年後にまた再婚します。はい、デビットと？デビットではないです。他の人、デイビットっていう超似てるの。なんややこしいなおい。似てるな。また DV の名前やんかお前。そうなのよ。この時に一番サイコパスだったエピソードっていうのが、はい、ペットの子犬がいるんだけど、はい、ペットの子犬を目の前で首をちょん切った。もうやばいって。目の前でこのことにトラウマになっちゃって、これまたすぐ離婚しました。するわ、誰でもするわ。で、まあその3年後また再婚します。どんだけ結婚できんの。3人目の結婚相手がジョン。まあ、キャサリンが DV するんだけど、ジョンは今までの旦那と唯一違うところがあって、 DV されたらやり返すような男だったの。ああ、なるほど。ああ、返り討ちしたのね。そう、ド M かと思ったの。気持ちいいっつって。大体強兵みたいなもん。気持ちいい。気持ちいいからね、やられるの本当に。やり返してくるから、まあ、私の思い通りにいかないなってことになって、今度はキャサリンから振って、これまた離婚しましたと。なあそれ、何やねん。やり返したの嫌なんだ。この1年後ですよ、キャサリンまた再婚します。もうめっちゃ結婚できる。めっちゃモテるじゃん。4人目の旦那さんの名前、ジョン・プライスです。うわ惜しい。あ、惜しい。 JP ジョン・プライスが、うん、一番ヤバい事件が起きてしまったんだ。なんでしょう。ジョン・プライスはもともと普通に奥さんと子供いたのよ。はいはい、はい、その状態でキャサリンと結婚してたの。できる。今日クズっちゃクズなの。なるほど、ね、ジョン・プライスも些細な感じで喧嘩してまして、それに切れてキャサリンがハサミでこう、うらっ、怖いな。で、もうちょっと距離を置いたの。実家帰ったと。そのキャサリンもあまりにも切れすぎて、実家まで行って寝てるジョン・プライスをもうハサミでもうやばー。お前めっちゃ出しに、殺しちゃったの。めっちゃ出しにしたっていう。本当に奥さんの前で。本当にそう、奥さんと子供がいるとこだよ。うわ、まあ寝てるんだけど、就寝中なんだけどね。これが一番ヤバいんだけど、ハサミで殺した後に旦那をブロック状に切断して、うわそれね、一番最悪だよ。で、これを鍋で煮込んで、え、それで出汁を取って野菜スープを作る。うわ、さらにヤバいことに、この野菜スープを器に持ってネームプレートあるでしょ、うん、あれでジョン・プライスって刺して、子供たちの前に、これがお父さんの最後の姿よ。うーわ、差し出す。めっちゃくちゃ。え、待って、じゃあもう俺、想像しただけで無理。いや、それやばい。いや、やばいわ。ちょっとやばい。その場所ででしょ、だって。その場所でで。まあ、これの翌日に逮捕された。ハローちゃん。裁判では精神鑑定も問われたが、キャサリンの家から殺害の模様を収めたビデオが見つかったことで、犯行は計画的かつ冷静な行動だったと判断された。2001年1月18日、キャサリンにはオーストラリアの最高刑である仮釈放なしの終身刑が下された。みんな
ちょっと一つ疑問に思ってることあると思うんだけど、はい、よくこんな結婚できたと思うの。ああ、めちゃくちゃ思う、それ。そう、これなんで結婚こんなできたのかっていうと、キャサリンって裏ではこういうヤバい感じだけど、表ではめっちゃ完璧な人間だったの。それがサイコパスよね。そう、仕事も仕事も超テキパキできるし、相手のことを思いやれるし、でもうすげえもう人気な女性だったわけ。うわ、うん、繋がったわ。こういう社会的に結構優位なところにいて、もうちゃんと世渡りできるけど裏ではヤバい人、ホワイトサイコパス。うわ、ホワイトサイコパス。そうそうそう、あなたの身の回りにいる先輩とか上司で仕事できるぞっていう人、プライベートではこのような残虐極まりない行為をしているのかもしれません。うわ、信じるか信じないかはあなた次第です。うちのサイコパスは完全にブラックですね。サイコでもう多重人格じゃない。嘘掴み覚悟でぶっかまれてる奴ら蹴っ飛ばして、誰もが羨む生き様見せるぜ。 Yeah yeah yeah